違いは何だろう。肺の強さ。肺の強さ。肺活サミス。それぐらいの息の量。親指ってどこに位置してるのがいいかな。リコーダーも歌と同じ。があって、でその4人の楽器の重なりがめちゃくちゃ良くて、すごい聞きやすいっていうか、なんか耳に結構きて、なんかすごく良かったです。みんな音色って知ってるよね。音に色があるってずっと言ってたよね。そうなんだよ、音にも色があって、例えば、シの音とソの音って一緒になると違った音がするけど、例えばシの音がさっき言ったように、さっき話したっけ、青色だとしてソの音が黄色だとすると一緒になったら何色になる。青と黄色が一緒になったら、はい、そう、そういう風に色がどんどん変わっていく。親指ってどこに位置してるのがいいかなってことなんですが、この人差し指と中指、指番号で4番目と5番目の穴の間だったらいいです。なんか野球のこういうキャッチボールするときにこれ普通でしょみたいな感じで、ここしっかり持つと。今までの音楽で習わなかった指使いとかタンギングの仕方とかを教えてもらったので、すごい新鮮で楽しかったです。リコーダーも歌と同じように息を使う楽器なので、途切れないように入れます。もし途切れちゃったら、ちょっと途切れてますね。もうずっと歌うように、できるか。もともと皆さんとてもよく準備されていて、それでもやはりこう苦手な運指使いなんかがあったので、こうその覚えるコツを教えたら、ほぼ全ての子がそんなに覚えられて、すぐにこう適用できていたので、やはり柔軟性があるなと思いました。また音もみんなの音をよく聞いて集めるようにってやると、すごく美しい音でこうまとまりが出てくるんですよね。だからみんなやっぱり聞く力、対応する力がすごくあるなと思いました。何かこう気になることをお話しすると、それをしっかり聞いて実践しようと努力してましたね、うんうんうん、なので音色がお話しした後っていうのはすぐ変化していったのが驚きました。そうですね。
もうちょっといい演奏にするには、そうね、もうちょっと優しい音、強い音を出すと音って響かないよね。イメージとしてはサミング、それぐらいの息の量。そうするとリコーダーでとすごい綺麗に音が響くのね。意外とね、そんなに大きな音いらないから、リコーダーって。じゃあこの音ともう一回吹くね。個人的に子供とか教えてると、やっぱり YouTube 見ながら教科書に上げてるのをそのまま YouTube に載せてる YouTuber とかもいるか、それの一緒に練習してるって言ったから、そういう音源があるとやりやすいみたいですね。すごく学校のテストとかもちょくちょくあるみたいなんで、うん。今日はリコーダーという楽器を使った演奏会です。それじゃあよろしくお願いします。拍手。それではみんな準備はいいかな。いきます。自分の心をちゃんと伝えよう。いきます。1、2、3。大事にしたかったのは、息と意地は自分の心って書くわけですよね。でリコーダーは息がそのまま音になるんだよってことを中心に、体験してきたんですけども、もう一つはその音符についてですね。音符ってスクリプトなんで、文字と同じで台本のセリフのようなものなんですよ。だから例えばこんにちはって書いてあったら、こんにちはかこんにちはかこんにちはかこうこんにちはっていうのがもう全然意味が違ってくるんで、だからその音符の持っているいろんな即興性を感じて表現するということ、音を出す面白さ、そして、自分の心を表現する楽しさ、喜びを味わってくれた、とても良かったかなと思いますけどね。最初演奏した時はソプラノとアルトの音が全然合わなくて、あもうこれ無理だなと思ってたこともあったけど、本番の時みんなが力を出して一つに演奏ができて、すごくやりきったなっていうように思います。自分演奏やってみてやっぱ難しいところはあったけど、やっぱ2本指から3本指に移すところとか、あとは C のフラットとか、そういうのは難しかったけど、まあ、自分なりにはできてた方かなと思いました。まあ、正直緊張したけど、今後またみんなでやる機会があったら、そしたらまた自分たちも学年全員も上手くなってると思うので、そこはまたやってみたいと思います。